南岳は長野県松本市と岐阜県高山市にまたがる、飛騨山脈南部に位置する標高3033メートルの山である。山域は中部山岳国立公園に指定されている。南岳と北穂高岳との間には、大木レッドと呼ばれる痩せ尾根の断崖絶壁が続く。南岳は3000メートルを超える後方であるが槍ヶがたけ。 およびホタカ岳に挟まれた稜線上の一方に過ぎず、これらの付属的な山とみなされ、百、名山などに名を連ねることがない。山頂には、天明が北方向の三等三角点が設置されている。槍ヶ岳からホタカ岳に伸びる尾根の南端にあることから、1909年に、宇戸の正雄により、南岳と命名された。 槍ヶ岳からの重層ルートやりがた、槍ヶ岳、槍ヶ岳三層飛騨の織越し大場見岳中岳、天狗っ腹分岐南岳槍ヶ岳は、上高地からの横を三層を経由する槍沢のルート、新穂高温泉からの飛騨沢のルート、京銀座、裏銀座、西銀座ダイヤモンドコースなどの各方面からの登山道がある。また、槍沢の途中で、天狗っ腹の天狗池を経て、横尾根に合流し、 その先南岳のすぐ北で、飛田山脈の主猟線に合流するルートもあり、上部の急勾配の危険箇所には、鎖が設置されている。穂高岳から、重層ルート、奥穂高岳穂高岳山層から沢岳北穂、高岳から、大木列島南岳後や南岳大木列島を経る、重層コースは、険しい岩漁を歩かなければならない難路とされている。南岳の南端はしし花と呼ばれていて、 北穂高岳、滝谷、大木レットなどの展望台となっている。南岳神道からのルート新穂高温泉穂高、大羅避難小屋白だし沢出会い、滝谷出会いから、やりたいら小屋から、西側温で南岳小屋南岳、南岳神道とは、やりたいら小屋からを経て南岳小屋まで直到する、急勾配のルートがある。危険箇所には橋はご屋鎖が設定されている。 南岳小屋と南岳周辺には以下の山小屋がある。最寄りの山小屋は山頂直下の南200メートルにある南岳小屋でライブカメラが設置されている。1961年に映林所の南岳避難小屋として建設され、1986年7月に映林所から譲渡され、南岳小屋と名称を変更し、民営の山小屋となった。飛騨山脈の主稜線にある。 山頂のすぐ北から東に横尾根が伸び、南からも東に東尾根がある。両者の尾根の間に位置する東斜面に建国地形がある。南岳周辺の山源流となる以下の河川は日本海へ流れる。ありがとうございます。